4月13日、雲一つない快晴の札幌です。念願のタイヤ交換ができます。ようやく夏タイヤに交換できます。それと、冬の間全くできなかった物置の整理をします。もうぐちゃぐちゃになっています。とりあえず冬の間、もうめんどくさいので突っ込むだけ突っ込んで何にも片付けていなかったので物置の中がぐちゃぐちゃです。それと出しっぱなしの冬の除雪道具も片付けないとダメです。それではやっていきます。これからスタッドレスタイヤからの夏タイヤに交換していきたいと思います。タイヤ交換の作業が終わりました。疲れました。だいたい毎回20分程度で終わります。この後本当ないなら洗車したいとこなんですが、今日はやることがいっぱいあるので先に物置の片付けをして余裕があれば洗車したいと思います。ワイパーも忘れずに夏用ブレードに取り替えました。これで全て車の夏支度は終わりました。おはようございます。パンザブロです。今日は4月13日日曜日、今午前5時57分です。ご覧になっている山は手稲山です。まだ雪がいっぱいあります。じいちゃんがよく手稲山に雪がなくなるまで春は来ないって言ってました。これから散歩に出かけます。おはようございます。はい、安定の散歩コース、ガル川沿いに来ました。前回来た時は雪がまだいっぱいあの辺ありましたよね。もうすっかり雪なくなりました。だいぶ芝というか緑も出てきましたね。桜の木はまだ全然葉も出ていないですね。前回来た時はここまで降りられませんでした。雪がいっぱいあって、すっかり雪がなくなって降りることができます。つくしを見つけました。ワンちゃんの散歩してる人、ランニングしてる人、ただ散歩してる人、動画を撮ってる人いろんな人が増えてきました。早く桜咲かないかな。桜咲いたら綺麗でしょうね。ずっと歩いてきたわけですが、ここから先も実はまだずっとつながっています。ただ行き過ぎると帰るのが大変なんで戻ります。すげえポップな自販機見つけた。すごいな、個人のものかな。ここになんかモニターがついてるんですけど、何が出るのかな。別に買わないんで、買ったらなんか出るのかな。あ、コーラとかが100円だ。ちょっと安い。おしゃれな建物。フォトスタジオだって。あのトイレは使いたくないな。回転寿司の根室花丸です。
東北圏内にありますが、何回 ?2 回ぐらいしか来たことないな。まず混んでて入れないです。大抵私たち家族は開店すぐの11時だったかな、開店を狙ってきます。そのぐらいの時間じゃないと入れないです。並んでまで食べたいとは思わないです。ここは前田公園です。まあ、立派なグラウンドがあります。札幌市内はこの規模のグラウンドなら結構あっちこっちにありますね。うちの近くでもこの程度の公園なら何個あるかな。パッと数えただけで3つぐらいで、これより大きい公園がちょっと徒歩で行くのは無理ですが、自転車なら行ける距離のところに2つありますね。まだ雪が残っていました。もう少しですね、あと何日かな、 2,3 日あれば消えてなくなってしまうような気がします。いやー、広い土地ですね。分譲住宅になるみたいです。もうあっという間に家が建つんでしょうね。まあここどうだろうな、便利っちゃ便利だけど不便といえば不便だな。駅まで結構ありますからね。札幌の町中心部に通勤するのは結構大変だと思います。ローソンで朝ごはんのパンを買って帰ります。